神様ありがとうございます死んで遅刻に行くしかなかったかわいそうな私たちを思ってくださって十字架の上で血を流れて死んでくださって私たちの全ての罪を永遠に許してくださったことについて感謝差し上げますまだ救われた後に救われてくれた後に私たちといつも歩いてくださってる。 精神を送っっててくださってありがとうございます私たちがそんな難しいの世の中で何をすればどこに行けばいいかあの知らないんですでも神様が私たちの全ての志と契約計画を導いてくださってすごく感謝さしあげます。 私たちの知恵と私の力をあの任せずにただ神様の教えさを連れていて神様に私たちのすべてのことを任せてあの世の中を進むように私たちを手伝ってください現在もコロナのせいでたくさんの難しの中でいますまだ 教会があの普通の通りであの集まれられないんですその中で、うん、オンラインでって下さ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 って下ってくさってさってありがとうございます。もう大変なんですか少しでって況をあの手さってくださって青年の集まりを あの一緒に同じの場所で集まれるように許してくださってすすごく感謝差し上げますこの状況に抱えて早めにコロナの状況があの解除して愛し,愛してるあの兄弟さん姉妹さんがみんなが一緒に集まってお言葉を聞いて楽しいな講座を比べながらお高いに あ愛を比べれるように手伝ってください。でもあのその難しさも神様が許して許してくださった環境なので私たちが当たり前にあの並ばなければならない信仰の教え教えをあの並ぶようにあの皆さんの兄弟さん姉妹さん個人的にもあの神様が一緒にしてください。ただあのこの難しいの中で。 一人もあの失わない失,失われないようにあの状況をあの問題にして教会から離られないようにこの力を心をつかまってあの気付いたその心に神様の色の,あの手と手て のおかげさまであの解決してくださって早めにその心もあの早めにあの直してもらえるように手伝ってください。神様があの恩恵を抱えてくださってその難しさの中でも天とができるように続けるように許してくださってありがとうございます。もともとうちの兄弟さん姉妹さんたち神様のお言葉を もっと大胆に伝えられるようにその口から伝える神様の言葉がひと言も落ちられないようにで点灯をもらえるその人の心も上げてくださってその言葉を聞いてあの救援の歴史が起こるように出ちゃってください。神様の 助けとあの手伝手伝いをあの婚節にお願いします。難しいの時期に努われてもらった兄弟さん姉妹さんいらっしゃいます。教会が何かっていうことをもっと分かられるように手伝ってくださって集まれれるようなあの環境がなった時に必ず神様の前で集まってあの神様の前でてあの並ばれるように。 私たちを使って手伝ってくださいまだあの遠いからお言葉と講座に参加していらっしゃっている大事な兄弟さん姉妹さんいらっしゃいますその大変な心を神様が慰労してくださってもともとあの言葉と講座にあの参加できるように神様があの恩恵を 恩恵をあの模様をしてくださいあのいらっしゃってるそのところで神様の体になった教会が建てられるように今節にお願いします今あの講座を始まります始めますあの足りないうう 口神様は手伝ってくださって当たり前に手伝わなければならない神様の言葉をよく伝えられるように手伝ってくださいお言葉を聞いていらっしゃってる政党の人たちの心も愛いてくださってあの悟られるように手伝ってくださってあの手伝ってくださいその全てのことを「主神様に任せます」「主イエス・キリストのお名前として感謝しながらお祈りしました」 アーメン。今日、うん、本物の言葉はルカによる福音書の七章です。ルカによる福音書の七章の十八節から二十八節までのお言葉です。今日の本文は、あの、あの、あの。 洗礼者のヨアネの内容が書いてある七章の十八節から二十八節の言葉なんです。本文がちょっと長いなんです。私がその十八節から二十八節まであの読んでみます。ヨアネの弟子たちがこれらすべての事についてヨアネに知らせた。そこでヨアネは弟子の中から二人を呼んで 主のもとに送り、こう言わせた来たるべき方はあなたでしゅ。あなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか二人はイエスのもとに行って行てきた。私たちは洗礼者、ヨハネから使いの者ですが、来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？とお尋ねするようにとことです。その時、イエスは？ 病気や苦しみや悪霊になら悩んでいる多くの人々を癒し大陣の文字のを見えるようにしておられたそれで二人の子をお答えになった言って見聞きしたことを弱音に伝えなさい目を見えない人は見え足の不自由な人は歩き 重いあの皮膚病をあの患っている人は清くなり耳の聞こえない人は聞こえ死者は生き返り貧しい人は福音をつけ知ら,せ知らされている私につまずかない人は幸いである岩ネの使いが去ってからイエスは訓中に向かって岩ネについて話し始められたあなた方は何を見にあれ述べ言ったのか 風そよく足か、では何を見に行ったのかあのしなやかな服を着た人かあの華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。 では何を見に行ったのか預賢者かそうだ言っておく預賢者以上のものである身を私はあなたより先に死者を遣わしあなたの前に滅を準備させようと書いてあるのはこの2人のことだ言っておくかおよそ女から生まれたもののうち弱音ねより痛いなものはいないしかし神の国で最も小さなものでも彼よりは言いたいである 本文の言葉を私が読んでみました。ルカニュール音書の7丁のこの本物の言葉はちょっとチェックしてください。それであの23節の言葉をあのルカニュール音書の7丁の23節の言葉を一緒に読んでみます。私につまずかない人は幸いである。 でイエスはおしゃべってくださいました。誰でも私につまずがない人は幸せである。それあのつまずがない人は誰でもっていう意味なんです。で世の中のすべての人たちなんです。立場が上の人、下の人、救われて人、救われてもらってない人。 みんなにあの全部回答してる言葉なんです。私の私につまずがない人は幸いであるでおしゃべってくださいました。私にとって失わ失われない人イエスについて倒られない人どうやどうしててもイエスをあの失われない人 の意味なんですどんな状況どんな環境でも他のことを全部なくしてもあのイエスを失わない人その人は「幸せである」っておしゃべってくださいました。今日はこの,あの洗練者の言わねのことについてちょっと考えてみて失われない信仰について。 で、あのタイトルで一緒にちょっと講座し,し,したいんです。世の中で一番幸いである人はな、誰と思いますか。お金がある財閥なんですか。私たち両親は、あ、お金を持っている人が。人じゃないっていうことを認定して、よく知ってます。 で、どんな人は違う人は元気で、長めに住んでる人っていうあの考える人もいます。違います。なんかあの60歳を住んでても70歳を住んでても、それより短く住んでても、それよりもっと住んでて100歳まであの長くに住んでても誰でもあの死ぬのは同じなんです。 長い,間長い間住んでて幸の人生だったって言われませんだったら私にとって近く来る全ての環境が安定で私が本当に平安な生活を住んでるって言ったら私は幸せである人なんですかそれでもないんです。 そんなことは全部肉しとつながれてることなんです。世の中で幸いである人は、23節にお言葉通りに私につまずがない人は幸いであるって書いてあります。イエスがおしゃべってくださいました。イエスをあの失わない人は世の中で一番幸いである人なんです。 あのテサロニケの神帝の手紙の二の強調を探してみます。あのテサロニケの神帝の手紙の一の強調の二十三節なんです。テサロニケの神帝の手紙の一の強調の二十三節です。探してたら、一緒に読んでみます。 どうか平和の神子自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますようにまだあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたどころのないものとして守り私たちの主イエス・キリストの来られる時、日の打ちどころのないもの,のとしてくださいますように聖書には人があの霊魂体となっている。 てててるっっあのおしゃべっていますそして世の中の人たちは世の中の宗教の中でも今あの霊と魂とあの体があるっていうことをあのしゃべっています。でもこの聖書とは順番が全く反対反対になってるんです。聖書は初はめが霊なんです。 で次が魂で次が体の順番になってますでも正解のあの論理ははじめが体なんです次が魂で次が霊なんですで体があってその中に魂に回答されてるあのすべての知識と愛とそれが全部入ってるって そして私の例も体が空いてるその条件の上で意味があるってその次はどんな人でもあのそれは、ね、明快な返事がなくだから次のことを考えると思わないしそれで。 で、人が死んじゃったら、人間が死んじゃったら、魂もあの消滅になってなくなるって、あの今喋ってます。でも、聖書は何だと今おしゃべってらっしゃってるんですか。人には霊魂がある、魂がある。それで、この霊魂は永遠の遅延性を進むようになるんですが。誰でも救援もらえなかったら、すなわちイエスについて。 なんかあの失ったったら結局あの体が死ぬ初めの死ぬさに入ってで2番目の死ぬさそれが遅刻にあの入るで救われてもらってなかったら2つの死この遅刻に入って遅刻に入るようになるからこの霊と魂と体だとあの順番的におしゃべってくださいました。 誰でももれててらってなかったら遅刻に行けますそれで永遠に住む永遠な体とあのおしゃべってるし神様には宗にとってはあの霊魂体の順番で,でその順番が大切なんです。霊魂が魂が先なんです。 さっき読んでた「テサラニキの神典の手紙」の「一の校長の二十三節」の言葉に真ん中ぐらいでまだあの「私たちの主イエス・過ぎストの来られる時日のうちところのないものと知ってくださいますように」そこで私たちが「あの公開しったらダメな 言葉があります霊魂が大,大切だから私たちの体はもうどうでもいいっていう意味じゃないんです。そのあの筋力借金の人たちは霊魂が大切だからあの肉親あの体は罪の本性が出るその体はその悪だったとあの決めておいてそれで自分の体をなんかあの 点に使ったりそれあの筋力10基の人たちがしゃべることと聖書は違います神様はあの必ず、まあ、再臨してくださるって約束してくださったし神様まだ来てくださる時には私たちのあのすべての魂と霊と体 このすべてのことがあの何も問題ないようにあの守られることを望んでいらっしゃいます神様の前で私たちをすべてのことが全部大切なんですそれじゃなかったら神様の血のせいで私たちを買ってくれたの意味がなくなるんですで神様が信者って私たちの礼だけ買ってくれたことじゃなくて体も代わりに買ってくださったので 私たちの体は私のものじゃないんです。私の体と体では神様に栄光をさせなければならないことが当たり前な話なんです。その？あの体が大切じゃなかったら、神様が再臨してくださる時に、私たちの低いの体を神様と同じなあの英語あの体として変わ,変わらないんです。 私たちの体も大切だからただ聖書がおしゃべってるその順番がすごく大切なんです。で弱音にあの弱音の,の手紙の3です。 探してたら、ままだ一緒に読んでみます。愛する者よあなたの魂が恵まれているようにあなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。で愛する者よあなたの魂が恵まれているようにはじめがあなたの魂が恵まれているなんです。で英語とかフランス語では 韓国の聖書とちょっと違いに、あの、順番通りに、あの、魂が恵まれて、あの、あの、客に順番書いてあるんですが、ちょっとあの、ちょっと集中して、何々とようになんです。で、はめが、魂が恵まれているようにが大切なんです。あなたの魂が恵まれているように、それが初めなんです。その夫婦は、 魂が恵まれているように天国に行くことはなんかあの剣,剣を急に知って「あのあなた全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っています」ってその部分だけあの集中するのは私たちの神様は先に魂で次がその,あの面で全ての面とか健康とか あの今おしゃべってるんですその理,理由で私たちは体にがよくできるこの道を先に選ぶことじゃなく先に魂が恵まれているようにっては夫婦を先に選んで私の霊魂が救われてもらうその道を先に選ぶのが正しいなんです救われてもらったら最後まで信仰から倒られない方を選ぶのが正しいと思います私たちが あのあのす全ての面であの魂がうまくできることを選んだら私たちに回答してる全てのことがうまくなって肉親的な仕事とかあと肉親の,あの健康もあのちゃんとあの健康であるように導いてくださることは神様の方からやなさってくださることなんです。だったら私たら私ちの魂がうまくできることを選ぶ 頬は何なんですかそれヨハネをあの注視してもうちょっと深くにその部分についてちょっと考えてみますルカによる福音書の7章にまだ戻ってきます戻ってきますで、うん、ルカによる福音書の7章です18節から19節までなんです ルカによる君主の7丁の18節から19節までです。ヨアネの弟子たちがこれら全てのゴッドについてヨアネに知らせた。そこでヨアネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送りこう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうかそれとも他の方を待た,な待たなければなりませんか私たちが。 私たちレイコンがうまくできるこの3つを選ぶ初めの方法は福音をあの聞くことなんですそれでそして一回聞いて「信じました」ってあの何回も繰り返してあのサイトを聞いて聞いいてて確認すするのが大切なんですもっと大切なことは必ず聖書にとって聖書を持ってて確認することが大切なんです。 あの全霊者のヨアネは本当はジャイアの人なんです。で、あのヨアネは最終長の子供でした。他の最終長みたいにいい環境であの泊まることもあったんですが、でもヨアネはあの部屋で泊まって、そんな彼があの弟子たちを中心してイエスについての頼りを今聞いてます。 で18節に弱音の弟子たちがこれらのすべてのことについて弱音に知らせたでも今は弱音は何、あのー、だっけ留置場にあの引きこもっている状況なんです。まあ「胎による君主」の11章の2節に今日の本文と同じの内容があの書いてあります。 で十一章の二節にマタイによる勲章の十一章にヨアネは牢の中でなんか竜柱場でキリストのなさったごとを聞いたそこで自分の弟子たちを送ってって書いてありますだからすごくあの気がかりてあのもと,もとジャイアの人なんでしたそれですごくあのあの閉屋であのすごくいい空気とよくあの人と合わないところ そんなところで住んでて今のあの牢の中であの引きこもってすごく心があのきか,かりただと思いますすごいたくさんの考え方がかすめてもうすぐあの死ぬっていうことを分かってたんです。で死の差をあの目の前で待ってるその状況でした弱音は。で何が弱音を色して力をくれると思いますか 力になれると思いますがこの区役聖書にヨーセフはヨーセフしてますよね。このヨーセフはすごく悔しいな。あのぬれきねを着せられて、あの牢に中で引きこまったんです。でもその理由が。で、神様の前で罪を犯さないように、あのした。そのボディバルの奥さんのその誘惑をあの断った理由で。 それであのあのローにあの引き込まるようになりました。すごく大変だったと思います。それでいろんな考え方がおびただしい。考えたかもしれないし、その時にヨセフは神様をくださった。その夢をつかまながら、あの力を得たと思います。新約聖書に。あのヤコブのシートは殉教をあたって。 そのペドロのシートは捕まって牢であの引きこまるその事件が書いてあります。明日は死にます。ペドロに力と色になったことは何だと思いますかそのペドロはあの平安であの寝ました。おかしいじゃないんですか。牢に入ってるあのすごく危ないなの状況で明日になったら死ぬなのに。 どうやってベドロはあの牢の中で力と色を得りましたで明日にもう全てのことを終わるそして明日に死んじゃったらもう愛してる神様をまだ会えられるそのあのその心その信仰が ペドロが牢に引きこもってるその除去でも平安にあの寝られたし多分すごく空空になられるようにしたと思いますそれで聖書にはあの宝具が詰まってる状況もあの牢だったとしゃべっていらっしゃいます詩編の142章を探してみます編の帳なんです。 節節から7節まででなんです詩編の142兆の1節から2節までなんです。で1の上に見てたら小さい日であの,あのマスキル旅ドのタ旅ドが腹穴に行った時祈りって書いてあります。旅ではあの敵にあの追い出されて今この ほ,ほら穴に、あのー、引きこまってるその状況なんです。で、一節から私が読んでみます。声を上げ、主に向かって叫び声を上げ、主に向かって憐れみを求めよう見舞いに私の悩みを注ぎ足し見舞いに苦しみを歌えよう私の礼に輝いって,っている時私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知です。その道を行けばそこには罠がし 仕掛けられています身を注いでご覧ください右に立ってくれる友となく逃れ歯は失われ命を助けようとしてくれる人もありません主よあなたに向かって叫ぶ申しますあなたは私の下げどころ命あるものの地で私の分となってくださる方と私の叫びに耳を傾けてください私は鼻だしっい癒しめられています 箱買いする者から助け足してください。彼らは私によりも強いのです。私の魂をかせから引き足してください。あなたの皆に感謝することができますように。主に従う人々が私を冠としますように。あなたが私に報いてくださいますように。で八節をまだ読んでみてたら、私の魂を火星から引き足してください。 でお願いしてますソルあの風から引き足してくださいって祈りしてる旅ではんあ牢に入ってることじゃなくホラーなにあの行った時なんですだから全部あの、うん この今、状況が牢の中みたいにま表現していることなんです。2節に悩みを注ぎ足しって書いてあります。本当に何も私の心を分かってくれない。すごく悩みを注ぎ足し、全を起こしたのにアークと繰り返してきて返し。あのすごくあの悔しいな状況なんです。それで34節に私の霊が鳴り果てている時で旅人の状況は？ あの体が心がすごくあの傷もらって骨折にとももなく逃ればは失われあの旅人の命を助けようとしてくれる人もありませんってあの旅人はその状況で何が旅人の力といい色になったと思いますか でまだあの八節を見てたら私の魂を稼いから引き出してで旅でに力になったことはそんなどんな無尽きいの状況でも助けてくださる神様助けてくださる神様を考えました。それであの失う そのあの例えばあの物事の分別が使わないしその両隣の,あの体をちょっとも動かせない場合なんです。で難しいことはあったんですけども神様は必ず そのあの難しいの状況から、私を助けてくださることを経験として分かってました。その確信を持ってって、コリアとけん戦い時にも神様は私を助けてくださったということを信じて、旅人は助けてもらう。神様をそのたくさんの難しいの中で経験して分かってた人なんです。助けてくださった神様が、今の状況も瞬間もあの。 そのじゅ瞬間にもたびずに色になってくださいました続けてみてください私のあの魂を火星から引き出してくださいあなたの皆に感謝することができますように神様の皆に感謝することができますように神様の名前で今感謝してるんです神様の名前の意味は何ですか新免議の二十党の四節にはあのあなたの神様は 勝利を賜るからであるって書いてあります。救われてくださる神様。それが神様の意味なんです、名前の。でイエスの名前の意味は何ですか子を産むその名前をイエスにつきます。その名前は私の民を包みから助けてくださる名前なんです。神様の名前の意味は助けてくださる神様なんです。 どんなの難しいの中でも神様は助けてくださって必ず救援してくださるっていうことを分かってました。で旅でがあの遅刻に行くしかないかわいさいなの罪人っていうことを悟って分かった時にも神様はその霊魂をあの助けてくださいました。救救援援をを経験しましまたその救援の神様を悟って で分かりましたそしてそれでそして続けてみてください。私の魂を火星から引き出してください。あなたの皆に感謝することができますように主に従う人々が私を冠としますようにあなた方は私に報いてくださいますように。で神様は私に必ず善投資って返してくださるんです。それを知ってました神様は私の あのことを考えててくださっていくらあの難しの中で私が通っても神様のを私を守ってくださいその全ての状況の中で助けて過ごわれてくださって私の,あのいつも考えてくださる神様っていうことを旅路はその神様について知ってました。 それでその神様が今も一緒にしてくださることを神あの知ってて悔しくてあのく傷もらってるその中であのその腹穴に状況に入ってるんだけど牢の中でいるんだけど旅でにすごく大きな力になったことは助けて救われて。 あの考えてくださる神様をあの旅人は知ってました。で私たちのキリスト人もの人生の中で大変などきが来るどきもあります。ま物事もあの粉ペがつかない両方両方どなりもあの体をちょっとも動か,動かせないどきが来る場合があります。下を見てたら真っ暗であのなんか単回に見える。 今私に当たったそのすべての状況とことが。あの正体不明の息の状況だったと思って。その難しいの環境の中で入れられる時があります。私たちもたまに人生のろうにあの入れられてて。その状況で何が何,何が私に色になられますか。で奥さんも知らない。 旦那も知らないし、子供たちも親の心知らないんです何が私に色になる神様一人様しかいませんヨップ、昨日21章にヨップがあんなに話しました 状況をちゃんと知らずにヨップの友達がヨップ移動しててそこについてヨップがあんなに答えましたそれなのにあのヨップ記の二十一章の三十四節にヨップはそんなに話しましたそれなのに虚しいことは言葉でどのように私をあの慰めるつもりがあなたたちの反論は欺きに過ぎない 公開しないでください。無なしくって、あの。き、あ、嘘ばっかりの色を人がするっていう意味じゃなくて。隣の人は私の気持ちを知らないっていうことなんです。本当の意味で、人間の色は私の心を平安に作られないっていう意味なんです。人間の色としてては私の心を助けられない。その、あの、ろうの中のみたいで。 出られないっていう意味なんです。人間の色は虚しくて、あの。あのそして詩編の構造にちょっと七節にも。この男は髪を、あの、かと、ためます。自分の白梅、白大な、遠見により頼み。自分を滅ばすものを、あの、関東頼んでいた。自分の悪で、あの、自分、自分を強いて。 自分,のあの自分がいっぱい持ってるものであの色をもらって自分がその状況を自分中心で悪をあをしてそこからあの危機を免れるように自分がいくらいっぱい持ってても悪を自分自身をあの。 強くする人も結局は、あの、あの倒れるように、敗亡するようになります。真剣の十一章なんです。で、二十八節なんです。真剣の十一章の二十八節なんです。富に依存するものは倒れる。 神に従う人はこの葉のように茂。る。自分の遠見に依存する人は倒れるんです。私が持ってるなんかものがもう少なくても、それでそれを持って、それでも少ないのに自分が持ってる。そのあの小さいことをあの依存するようにします。 自分の力を依存して、自分の周りにいる人を依存して、すごく間の気な人間なんです。でも私のものとしてはそれを依存してたら倒れます。でも神に従う人は、この葉のように茂る。 だから小川,小川のほどりにあの燃えたあの葉は雨が降らなくても心配がありません。なぜなら、そのおか小川のほどりに木はいつも水をもらってる,なももらってる子なんです。で神様の方であのだすごく丈夫に すごく上部にあの植えられてるその子はどんな難しい状況があって,ても大丈夫なんです。でも人はあの神様を依存しないんです。イサヤの口説口説一章なんです。イサヤ書の口説一章なんです。で十二節です。イサヤ書の口説一章の十二節です。で一緒に読んでみます。 あの私は私こそ神あなたたちを慰めるものなぜあなたには恐れるのか死ぬべき人草にも等しい人をこうで神様おしゃべってますあなたをあの治める慰める人は私なんです私だけあなたたちを助けることができるなのになぜ死ぬべき人草にも等しい人を 恐れてるかなんで人を依存してあなたが持ってるもの知恵知識を依存してるの依存するなっていうことなんです私をあの恐れるのか神様しかいませんでコリント神帝の手紙の一度を探してみますコリント神帝の手紙の一度の三節ですコリント神帝の手紙の二のコリント リントの神トの手紙の2の1章の3節なんです。探していたらまだ一緒に読んでみます。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、亡くさめを豊かにくださる神がおめえたたえられますように。で、イエス・キリストの神様。 あの慈愛に満ちた父私たち助けてくださって私は霊魂の父になってくださいましたそれがあの慈愛に満ちた父その神様を私と一緒にしながら私のすべてのあの苦難と悩みの中を全部ご存知してて私をそのすべての難しさの中で慰労してくださるあの神様なんです で神様はあの慰めを豊かにくださる神様ですの刑罰の,あの牢であの入れられても神様の十字架として私を先にあの慰めさせてくださってあのあのこのすごく大きな人生の 父母が立った時にも精神が一緒に登教してくださったし救われてもらったその理由で世の中の人たちが私を裏切りした時にも兄弟さん姉妹さんを治癒して私を慰労してくださいましたこの神徒の出紙の四兆の11節にあのユストと呼ばれるイエスもよろしくって言っていますかつれいを受けた者ではその注意が大切なんです でこの3人だけが神の国,国のために共に働くもので救われてもらった人たちなんです。あるいは私にとって慰くさめとなったと人々です。で、パウルはあのそんなどんなの難しいな環境、パウルもすごく牢によく入れられました。死んじゃったり、返してたり。 すごくあの静止の境の行く旅を乗り越えてでもその時に一緒に共に働く者としてあの教材さん姉妹さんが助長して私にとって慰めとなった人々私はその困り苦しみもう人生の労で何を何にで色と力を得て進めばいいんですかあのヨアネはこの労の中で神様の頼りを聞きました。 でローであのこの,あの年込められる前にイエスを証拠してキリストっていうことを分かってたのでそんな自分が証拠したあのメシアその方のすごくびっくりするな頼りを受け取ってそれで自分が,あの自分があの証拠があの無駄でなかったっていうことを分かって。 すごく弱音にそれがすごく大きな力になりましたその頼りが力になってまだあのー、まだルーカニオルク印象の7兆の中級節に戻ってきますルーカニオルク印象の7兆の中級節なんです 死のも取り送りこう言わせた「来たるべき方はあなたでしょうかそれとも他の方を待たなければなりませんか?」。ヨアネはあの弟子の2人をイエスに送って質問しました。で「来たるべき方はあなたでしょうかそれとも他の方を待たなければなりませんか?」。でも私も救われてもらって初めはその言葉がちょっと理解できませんでした。なぜと言えば そのあの千年者は弱音はイエスを向かってあのあの証拠しました。だからふっと考えたら、その質問はちょっとおかしな質問なんです。信じてるなのに、なんでそれを聞,聞くんですか？おかしな質問なんです。それ、それでどんな人はその方法を持ってて弱音は救われてもらってない人なんですよ。っていう人もいます。 でも違いますただヨハネは再び確認したかったんです。自分が知ってる自分があの知ってます。確信してます。その手術でももう一回確認することは私が弱い時にある時に必ず必要なことなんです。でヨハネは今のろうの中で。 はいで、明日になったら死にます。その時にイエスキリスト、その方のあの9円をもう一回か確認するのはすごく大切なことなんです。で、もうかん確認することは弱い時に一番必要なことだったと思います。あの、洗礼者のヨハネは自分が今まで転倒したことは史実として信じてる人なんです。 その牢の中で大変な状況の中でもう一回神様の口から出る言葉を聞いてあのもうあの再び確認することを望みました。でもしあの空港例えばなんです空港で白壇を設置した後と誰かがそんなあの電話で脅迫したとちょっと考えてみましょう。その場合 まず事実あのー、事実あの可否をちょっと確認してみて本当に設置したかしてなかったか言ってあのー、細かい調べなければならないんです。嘘だったら この煩わしい,扱いと経費なあの使ってあのお金とあの経費をあの無駄遣いになったことになるんですがもしそれが事実だったらそれはあの決して振り返られない被害とあの人命の人命の,あの損失があるなのでそれは確認するしかないんです。再び確認することは必ず必要なんです。 コリント神手の手紙の2の13兆の公説にも、信仰を持って生きているかどうか、自分を反省し、自分を禁務しなさいって言いました。もう信じてて思って、話しててるあのコリントの生徒の人たちに、パウルは信仰、あなたが本当に信仰にあるか、助けてし、テストしてみてくださいって。必ず、それは自分を禁務しなさいって言いました。確認することは、 必必ず必要なんですでイスラの民が首都イジプトする時にその,あの歴史が苦善か違う苦善じゃないかそこについての確認は誰でも望んだら分かられます。欲しかったらあの10回の作用が苦善かこのイジプトのあのバロの王様もちょっと比べてみて。 それで苦善か苦善じゃないかあの調べてみました。小説の9節の7節にあのパラオが人を使わしてとイジプトにあのなんか見させたところイスラエルのあのラクはあの一党と言えともあの死,んではない死んではいなかったって書いてあります。だからバロは パラオが送って確認してみてたらで見させたところイスラエルの家ーはだからこのパラオは確認してみました確認してみてそれが空前じゃないことを分かりましたそれでもかかわらず運営空前として思ってあの神様を立ち向かう道を選びましただからもらうこの パラのパラオは、あの神様からそのもらえる刑罰も大きいなんです。それ、あのサムエル、サムエルキージョの六条の、あのペリージデ人の人たちが。あの自分に、あの当たったくの作用が苦人、苦戦か苦戦じゃなかったかって、こうテストしてみて。苦戦じゃないこと、わかりました。その収納箱が、あの、あの。ペリージデの、戻ってくるときに、それであの。 それですあの収納箱が入っている時からこの全ての作用が来てだからその朱の箱が入っている時からその作用が始めまりましたのでそれが神様からからがそれ確認してみました。それで あ、それ神様があの固定くださったあの採用っていうことを確認しました。私たちの次代の科学者も冷,まって冷めてる精神として、あの世の中を観測してみてたら、この世の中が空前に作られたことじゃないことをわかると思います。神様の力の剣のの手で、その手のおかげさまで使あの作られたことをすぐ分かれます。 また聖書の要件とあの要件通りに果たすことをあの調べてみてたらすぐ分かりますそれが神様の剣の手で今も現れることをイスラエルの浮き沈みをことを見てたら聖書の通りに回復することを見てたらそれが自,自らじゃないということを神様が今も生きていらっしゃって歴史でていらっしゃってることをすぐ分かられますでイエスの あの誕生一生の、あの方の一生死んでて、あの復活してて。あの昇天することを、あの苦役の聖書に全部書いてあります。それを調べてみてたら、あの、比,比べてみて、あの。それを全部、あの。 偶然じゃないことをそれがあのぴったり会えられないことを分かられます。ユアネ力ユオクンチョには一つの王様のあの停止がそれ確認してみます。そのし進化はちシあの王様の進進化は子供が治ったっていうことをそのか違う確認してみてたら。 イエスがあのその息子が治すっていうその知器と痴漢と全く同じでしたその痴漢を確認してみてその,あの王様の信官は神様を信じるようになりました確認することは確信をく,くれるんです死の前にある先年者の弱音は自分の信仰を確認したんですがもうあの自分の信仰を確認したんです。でもあのし 洗礼者の弱音はそれをもう再びで病したかったんです私も再び確認することは力になります異論になります病院で病院で相談をする市によく行ったことがありますそれあの病の中病ででで 東京の生活が1週間に残ってる人は動かれないし答えもできないでもあの家族たちはその,あの愛してるお父さんお母さんの家族の救援が本とか確認したくてそれで最後の最後にその面倒くさくても。 本当にこのクッズで私が助けてもらった天国でまだ会いましょう。っていうその言葉を聞くことを望んでます。欲しいです。その言葉を聞くことを、もし聞いたら。愛してる人たちを先に、またあのこの人を送った後に、その大変な状況にある時にその言葉が色になります。その方、天国にいることがすごく、あのいい色になります。 そこで、まだ会えられるっていう恵みがあるっていうことは、すごくあの。望みは相互間の。今、喋られない痛みと、あっても、天国で神様が涙を治してくださるっていう言葉を聞いたら、すごく。色になります。今現在に体の問題があって、病気があって。あの、なんか、地方で私の体が紹介を。 あったっても神様がまだあの再臨してくださる時に復活した。あの。この完璧な体をまだ覆うようになることを再び確認してみてたら色を混んでそれを混んです。ごく、あの喜びになるんじゃないんですか？それであの聖書が記していることを確認することも私がもらってる。あの救援と。 再臨してくださる時に、私を待ってくださる。神様を確認してみてたら、大きな色と力をもらえます。なので、私たちは毎日ま。何回も聖書のセミナーとか、その日曜日の言葉も聞いて、あのまだ聞いたりなぜなんですか？その質達を確認することなんです。で、神様はあのイエスはあの？ 洗礼者の弱音の心全部口調にしてって確認してくださいましたでもその本は聖書の言葉でしたで七つの二十二節ですそれで二人にこう答えになった言って見聞きしたことを弱音に伝えなさい目を見えない人は見え足の不自由な人は歩き重い皮膚病を患い でいる人は記憶なり耳の聞こえない人は聞こえでイエスはイエスを通してで弱いな人たちの直してもらってあの色をもらうことをあのおしゃべっていらっしゃってるんですその内容が苦役に約束した言葉なんです苦役の約束になった言葉として あの洗礼者の弱音にまだ再び確認してくださって医者屋の61兆の1節2節に召しが来たらあのなさってるこの言葉が書いてあります。私は私に油を注ぎ主なる神の誠意が私を捕らえた私を誓わしてまず人に良い知らせを伝えさせるために打ち砕かれた心を包み あの囚われ人には自由をつながれている人には解剖を告知させるために主が恵みを与えになる年私たちの神が報復される日を告知してあの嘆いている人々を慰めでイエスはそのままイエスは弱音にあの言葉として「そうだ私がそうだよ」ってあの短くに答えしてくださ短,短くに答えてくれても。 それだけでもににはすすごくからあの力になりますでもこの洗練者の「イアネは」は苦役に書いてある言葉として確認してもらいました。イアネはもっと大きな確信と信仰を力と大きな色を得られると思います。私たちも人間の言葉じゃなくただ聖書の言葉として確認していったら すごく大きな確信を持ってて、力を得られます。だったらは神様に。と神様のせいで、あの失うことがなくなるし。二十三節なんです。私につま。つまずがない人は幸いである。聖書に。あの。なんかその。あの。口頭謝らないその方法も書いてあります。 ペドロの神殿の手紙の2の1章なんです。でペドロの手紙の2の1章の高節から7節までなんです。ペドロの手紙の2の探してみてたら、 あの私が高節から7節を読んでみます。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を徳には知,知識を知識には時世を時世には忍耐を忍耐には信じよう信心には兄弟愛を兄弟愛には愛を加えなさい。 過ちをしないためには、知られないためには、信仰が必要なんです。謝らないためには、公説に、だからあなた方は力を尽くして信仰には、毒、信仰なんです。だから謝られないためには、信仰が必要です。 でか一緒に歩いてくださる神様私の全ての状況を全部保存しててで私を神様の志の中で必ず導いてくださるその神様を信じられなかったら私は謝るようになります。でも信仰に,には徳信仰が当てても徳がなければあのまだ謝ります。で徳が備わっているように見える。 うん、あでも私もああのあのそのことであの私謝る場合もあります。で「とっくに知識なんです」「毒はあるんですが」でも神様を知ってる知識が足りなかったら間違っていく場合があります「救われてもらえます」ってであの言ってるんだけど。変な教えさをあの 並ぶ人います。でも知識にあの実践、たくさんの知識を持っていても、自分をあのあの実践できなかったら問題になります。で、教ママ敗母の先歩なんです。たくさんの知識をあの節制できなかったら教マんであのてるし、あのそれを謝れる謝れます。それであの知は実践には忍耐なんです。聖書は その忍耐する人が不幸であるってあのヤコボの忍耐をした人たちは幸せだって書いてありますなぜなんですかなぜといえば節制します忍耐します10歳はちゃんとかマしますでも11番から忍耐しなかったらまだそれも謝れられますだから節制忍耐は死ぬまで 最後まですることが忍耐なんです。忍耐できない人は、あの、倒られます。だ忍耐に、あの、次は、あの、新人なんです。忍耐してても。新人を持ってて、忍耐してたら、それが、あの、幸せになります。それで、次は新人には兄弟愛、兄弟愛には愛を加えなさい。だ、自らに。 あの私はすごく綺麗でっち新人な人生を進んでいますって言っても自らにあの自らにすごくあの自負しててもその兄弟愛がなければそれは虚なしいなの言葉になりますだからそれ全てのことは同じに一緒に現れてその人は謝れられないんですで中節年です。 ベドロの手紙の2の1との重説の言葉を一緒に読んでいます。だから兄弟たち、あたち、されていること、選ばれていることを確かなものとするように一層務めなさい。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。これらのことを実践すればなんか信仰、徳、知識、あの実践、忍耐、人人、 で兄弟愛愛をあの実践すれば決して罪に陥りませんってでまだ私はあのそんなの倒られない信仰をためにあの弱音の沈静を見習わなければならないんですまだあのルーク本物の言葉の七兆の七兆に戻ってきます。 ルカニョル君主の7章の24節から27節までなんです。弱音の近い,近いか去ってからイエスは君主に向かって弱音について話し始められた。あなた方は何を見にあれ延べ伝えとかいたのか。風にそよく足か。では何を見にいたのか。しなやかな服を着た人が。 華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいるでは何を見に行ったのか預見者か相談言っておく預見者以上のものである。 で見よ私はあなたより先に死者をつわしあなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの2人この人のことだイエスはあの先年者の弱音を褒めたたえててださいました預賢者よりいいってすごく大きなこの褒め立ってるで28節に「いておくかおよそ女から生まれた者の,のうち弱音より威いなものはいない」。 すごく大きなびっくりする言葉なんです。イエスは弱音の人生をその弱音の人生を24節から27節までその中で簡単に予約してくださいました。で初めは24節に最後のところに「あなた方は何を見に荒れのべいたのか風にそよく足か」。 風にそよく足か、あなたが何を見にアレノに行ったのか、で風にそよく足か、違うんでしょ？なぜあれのアレノに行ったんですか？アレノに登あの弱音に行きました。で風によく足を見るようにアレノに行ったことじゃなくて、あのその言葉弱音は風にそよく足じゃないっていう意味なんです。 私にあの当たっているこの状況っていうこの風はいつでも方向が変わられます。キリスト教が方向は変わります。自分のキリスト教は自分のあの要件と状況を見てたら必ず倒れます。私の条件要件はいつも変わります。 ペドロが神様を眺まれてあの水の上を開きました。その時はえられなかったんです。でも風を見ててその風を見ててその水の中で降り溺れちゃうようになりました。その言葉を覚えてください。風を見てて水に落ちるそのペドロを神様が捕まってくださいました。それで神様はどうやってあなたは信仰小さいとよ。なんであなたは私を疑心を持ってるのって。 難しいの中で私の状況を見て恐れることは神様はその,あの私を見てて同じようになんであ,たあなたは私に疑心を持ってるのヨハネは風にあのそよく足じゃなかったんです私もこのおよくあの風みたいな足みたいに状況についてゆるかせないようにただ神様だけ あのただ神様だけまっすぐ、あのー、眺まなければならないんです。それで二重降地です。それであなたは何を見に行ったのかしなやかな服を着た人か華やかな心を切って贅沢に暮らす人なら宮殿にいるしなやかな服を着た人かその人を見るためにてったことじゃないんでしょ でその言葉はあのあの先鋒者のヨハネはその柔らかいな服を着ている人じゃなかったんです出身はあの最上領なんですであのなんか普通に一装にいい袋を持ってっていい食べ物を食べながらよく住める人でしたそのあの先鋒者のヨハネは。 あのラクダの毛糸の着物を着ておいしいものあのことをむしろにしてあのパッタの,あのハチミツを食べてきました岩ネは人生の憎しみの,あの平安のことをあのスコカードを追求しながらすまなかったんです。キル人は あの休んで楽しむことを追求して人生を進んでたらすぐ倒られます。たまには信仰のためにも、なんか。洗礼者の弱音みたいに。すごくシンプルな人生を進むことも信仰に。あのすごく、あの。いい、すごく、あの。助けになると思います。カレーじゃなくても、低血に進む人生。 持ってるものが少なくても感謝しながら住む人生私に下さったあの小さい力を比べながらあの住む人生その人生が私にはあのすごく幸せですっていうすごくあの。 たとえ私が華麗な人生じゃなくても低潔な人生を住む人は感謝がすごくあのすごくあの溢れると思います。神様のために住む住む,住むことが私のすべての幸せになっていたら私の信仰は決して倒られないと思います。単純で レーじゃなくてもそれが私のじ人生の幸せだったと信じてそんなに住むこと神様のために住むことは私の,あのその全ての幸せになってたら私の信仰は決して倒られないと思いますでまだあのルーカによる福音書の7章の27節です。 見よ私はあなたより先に死者を遣わしあなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。というのとこの洗礼者のヨハネはあのお母さんの,あの腹からあの神様から一つの使命をあの あの付与してもらいましたイエスの前であの先に歩きながらイエスの道を準備するその仕事を任せましたそれでヨアネは自分自身をあれのであの叫ぶ、ね、叫ぶ人のお堂だったと自分の立場を幻想にして神様ださるその道を現れて自分は隠すその人生を進めました私のむしろに来る人が大きい人。 私はその方の自分自身をあの被告にして謙遜な人生を住みました。ヨアネユル福音書の一章の二十九節にその浴室ヨアネは自分の方へイエスが来られるのを見ていた身を世の罪を取り除く神の子羊だって。 で、洗礼者のヨアネは自分のこと全部しててその言葉ですごくたくさんの人があの助けてもらいました。そのいくらの人たちが天国にに行けるようになりましたヨアネはただそれを証拠するために自分すべての人生を住んでたしイエスを証拠した後に自分自身をすごくあの神様の前であの徹底的に引く。 しましたの人生の心で凄れてもらったになんで不平と恨みとかあの私費が生じると思いますかなぜなんですかなんで凄れてもらった人の間で再起したりあの争いたりすることなんですか神様は私たちのみんなにちょっと、ね、自信 だけ任せる目標と方法をくださいました。みんなが違います。同じの人は誰もいません。それであさらにはその一緒か一緒にする夫婦もその目的が違います。神様はみんなに違う回答する目標をくださいました。その目標をなくしてたら考えなかったら自分自身があのー 進まなければならないそのその褒賞も忘れたり、自分があの持ってるその仕事もあのなくしたりされ、それ下げバれないようになります。目標が目標を皆さん持ってますか？神様が私にくださったはっきりな目標持ってますか？何ですか？それを持ってたら、その目標を眺めて呼ばれるその場をついていってるんですか？ それじゃなかったら、隣の人を見,方を見てて判断したり、現在私がいるその立場を忘れて、私がどこにいるか知らないその人生を今住んでいらっしゃってるんですか私は刻みを、刻みをつけてください。神様は私に私だけやらなければならない目標をくださったし、隣の目標は私が判断することじゃないんです。隣の人の信仰のそのドーナーのことは、 私が判断するそのものじゃないんですただ私は私の目標だけあることなんですあるのみなんです神様は私に目標をくださったしそのおかげさまで私は英語を神様英語を譲してたら私の人生の歩みがはっきりになってだからどっちでもさあの倒れれないんです で私にあのくださる天国の英語も約束してくださいました。で28センを見てください。言っておくかおよそ女から生まれた者の,のうち言わねより言いたいな者はいない。次は一緒に読んでいます。しかし神の国で最も小さな者ども彼よりは偉大である。 <laughs> で神様の国では最も小さなものでも彼よりは偉大であるでその言葉を公開すする人がたままにいますだからその言葉は洗練者が弱音が天国で一番小さいっていうことであの公開して弱音は救われてもらってないって言ったらダメなんです。それは知らない 話して26節でイエスはイエスを向かってあの要件者あの要件者以上のものであるってなんか全ての要件者の中で一番上な意味なんです要件者の役割は神様を証拠すすることなんですだから青年者の弱音を一番近くに 言って証拠したんです。だから、預金者の中で一番多い、多い、大きな預金者が。あの、洗礼者のユアネなんです。でも、その、あの、預金者の栄光より。もっと大きなことは。二十八節、また見てください。神の国では、最も小さなものでも。救われてもらってる人なんです。救われてもらった人が。その、小さいな、の、その栄光が、彼よりは偉大である。 だから神様の子としての栄光が預賢者がもらうその栄光より大きいっていう意味なんです。で神様が救われてもらってる人たちをすごく大切に思ってくださることをすごくあのたっといな思ってくださることを忘れないでください。神様がくださるそそののの栄光その天国のあの もらえる栄光、状況が大きいということをあたったら私はどっちでもあのないいと思います。なので救われてもらったとしてたら続けてお言葉を聞いて聞いたのその確信するその中で私はあのまあのま ちゃんと立てて、信仰の歩みにあの落ちられないようにそのあの風におびく足になれないようにむなしいなあの人生を送られないように神様の前で神様の道を準備するあの洗礼者の弱みみたいに私たちも神様を証拠するその証人の人生を頑張って住んでください。 神様が差し上げた剣士になった私の人生を神様はすごく大きくて大切に思ってくださると思います。決して虚しいじゃないことなんです。最後でコリント進展の手紙の中、高調の58節の言葉をあのー、探してみます。コリントの進展の手紙の1位の中、高調の58節なんです。 五輪との神徒のの徒手紙の1の58節なんんでです。す。探しててみみたら一緒に読んでみます私の愛する兄弟たちこういうわけですから動かされないようにしっかり立ち主の技に常に励みなさい主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずなんです一緒にお祈りします神様ありがとうございます 死んでた遅刻に行くしかかわいそうな私たちを救われてくださってありがとうございます。まだ弱くてあの大変で難しいな環境の中でいる私たちを捕まってくださって精神があの一緒に歩いてくださって感謝さしあげます。今日あの洗礼者の弱音にについいて習ったみたみ 神様の言葉をまだた再び確認して救援もらったことを確認してまだあの信仰の歩みがあの誤らないように神様の言葉に従って行動する私になれるように私を手伝ってください。もうすぐ神様が再臨してくださる時にする時になので。 あの誰でもあの、うん、失わないように神様の,あの手としてて <laughs> 捕まってください <laughs> 神様の前で立ってる時にすごく大きなあの栄光をもらえることがすごくあの確実なのであの世の中で虚なしいなことであの心入れずにただ神様だけあの眺まれてあのしっかり立ちるように。 手伝ってください。遠いところでいらっしゃってみんなの,あの難しい状況でいらっしゃって一緒に交際できないその全ての兄弟さん姉妹さんたちも皆さんがあの神様が捕まって一人でもその信仰のクループで落ちられない兄弟さん姉妹さんがいないようにこの慈悲を あの恵みをあの施してくださいただ神様の恩恵と愛が救われてもらっている兄弟さん姉妹さんたちの上にあの一緒にあの入られるようにあのその全てのことを私の罪の中で救われてくださった「主イエスリのキリスト」のお名前として感謝しながらお祈りしました。ありがとうございます